皆さんどうもピーマンです。今回俺と巨人の143日物語実況70回目になりますよ。今回の実況では6月の21日中日戦をプレイしていくぜベイベー。ここまでの中日戦は1勝1敗ときてます。久々のね、セリーグの試合に戻って初カードになりますけど、この試合このカード負け越すわけにはいかないと思ってるのでね、必ずや勝ちましょう。よろしくお願いします。現在もね、リーグは順位はリーグ4位ですけど、阪神とは 0.5 ゲーム差と少ないのでね、今回の試合の結果次第ではまた再び CS 圏内に入ることができるからね。さて今日のベストオーダーを組んでいきましょう。だからなんで鈴木がお前さスタメンで使われてるんだよ。俺ベストオーダー組んでんだけどな、全部ぐっちゃぐちゃされてるね。この機能いる？勝手にごちゃごちゃにする機能ね、毎回これ組んでるような気がするんだけど、これねめんどくさくて仕方がないよ。さて今日のベストオーダーはね、どうしようかな、調子悪い選手が多すぎるな。ちょっと今日はフランシスコ外してファースト岡本入れよう。ほんでレフトに太田さん、おおすごい共演だねこれ、見てよやばいね。じゃあ岡本8番、太田7番、未完の大器太田大使と話題のルーキー岡本のコラボレーションですよ。今回の実況ではフィールドプレイで、ですね、誰操作していこうかな。じゃあ、太田を操作して、私、ビマがやっていきたいと思いますのでね。いやー、この二人俺もっと使ってほしいんだよな。なんかやってくれそうな感じしない？まあ、太田はちょっとあれですけどね、岡本はね、本当に期待できるルーキーですよ。俺は使っていきますよ、今後もね。もちろん結果残せなければ、話題のルーキーとかもそんな関係ないからね。関係ない。すぐ落とすから。すぐ遠慮なく行ってこいと、二軍に行ってこいと遠慮なく落とさせていただきますからね。さて行きましょう。絶対に勝つ、勝ち越す、中日負けるということは想像できない。現実世界の巨人も現在リーグ2位、中日はリーグ5位だったかな。そんなチーム負けるわけないでしょ。少し考えろ、行くぜ、レッツゴー、行こう。現在こんな感じね、広島がもう圧倒的すぎてね、もう中日強いからね、このゲームの中日。ね、普通にリーグ2位だからね、勝率5割あるし、5割以上余裕であるから、厳しいよ。さて、杉内、抑えるんだぞ。頼むよ。よし、1回ナイス。田中から3、長野は、美濃さん、仲良しかな。おー、2ベースからの、からさん、ありがとう。アウトすべてがからさんって気持ちいいね、三振っていうのはね。打てよ、ちゅう話ですけど、誰も打たないね。お、オードリーと、さて、太田の1打席目来ましたよ。ここでね、またチャンスを広げて、岡本和真に任せて、ワーバーして、タイムリーに1点ですよ。最高の流れでしょうね。ピッチャー、大野。プロスピダー、防御率 4.18 とね、怖さはない選手ですよ。まあ、怖さはないって言っておきながら、簡単というストライク追い込まれるやつ、俺です。俺、でけすー。はい、ファール、当てるのが精一杯、無理です。ワンボールツーストライクです。おお、当てるのが精一杯。何度も言うよ、当てるのが精一杯なんだ。はい、三振ありがとうございます。太田さん倒れる、崩れる、いいようにやられています。くそったれ、いいようにやられたら言わなくていいよ、そういうことは。そういうことは言わないでよ、心の中でしまっておいてよ。残念、1打席目三振、そしてその後の岡本も打てずというね。早く1点を入れないとね、まず先制点を取ること、これが大事になってくる。立岡美濃さんか、ちょっと三振多いね。これなら井端使った方がいいんじゃねえかな。ちょっと明日の実況ではスタメン外さないと、そして和田さんにホームランっていうね、言ってるそばから1点取られるっていう、ありがとう。でも取り返すよ。はいはい、1点ナイス。ファーストゴロの間1点、まだまだいく。おお、坂本いいね、盗塁、踊る。はい、2点目ありがとうございます。これがうちです、これがうちらなんです。言ったでしょ、中日なんて怖さはないと。まだまだ点入れていくよ。太田大志、お前に求めるのはフルスイング、ミスターフルスイングになるんだ。うわー、もうどこ振ってる、どこ振ろうとしてる。はい、この打球はありがとうございます。これなんですよ、コンパクトでは打てないヒットだったね。今のはコンパクトで打ってても、あのような強い打球は打ててなかったから、セカンドゲッツーだね、間違いない。ほら見て、課金、これが太田の持ち味、持ってるパワーなんです。身体能力は化け物。さて、ランナー満塁だぞ。あー、二塁のエラーの間に1点入ったね。エラーがなければ3点目は入らなかった。立岡チャンスで打とう、もっとね。もっと打つべきだ。さて、3点ですからね、こっち。
まだこの2点差守り抜くだけの簡単なお話だと思うが、わランナー満塁、ここで未完の待機。おお、たたいし、たいし、たいし、たいたた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 いし、た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 たたたたたたいし、レッツゴー。絶対打つよ、犠牲フライでまず1点だからね。2点差と3点差ではだいぶね、内容も変わってくると思うんで、当たり前ですけどね。この打球はどうだ、この打球はどうだ、ゲッツダメ、ゲッツダメ、ゲッツダメ、太田走れ、ナイス。とりあえず内野ゴロ内段1点だ。太田じゃなければ今のアウトだったね。打ったコースも良かったと思うが、ちょっと打球が弱かったね、今回は。バウンドしてた分取られたよ。まあ、4点目を最低限入れられたっていうのはいいよ。岡本1点も入れれねえな。今日1本持ってない、3の0だよ。さっきのチャンスで打ってくれないとね、ちょっとひどいよ。太田でも打っとんねん。太田打ってお前打てねえってことねえだろ。お前ふざけんじゃねえよ。打たないやつはいらないんですよ。うん。長野はこういうとこでよくヒットを打つよね。もっと大事な場面で打ってほしいと思うんだけどな。打てる選手だと思ってるんで。さて、まずいぞ。ランナー、うわー、2点目入った。まずい。3点目か。よしよしよし。いいぞ。よし、カルさん、素晴らしい。杉内、お疲れ様。カモン。よー、おー、おー、おー。カモン、カモン。よし、ここで太田、ワンアウトランナー、二塁三塁、得点圏。先ほどは最低限の点を入れることができたかね。正直打てませんでしたから、ここでは打つよ。逆転、逆転でもねえや。ホームランをね、スリーランホームラン、今季1号目をね、太田で打つ。はい、来た。この打球はどうだ。はい、左中間への大きな打球、落ちたね。はい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 、カモカモカモ。スリーベース、スリーベース、タイムリー、スリーベース、タイムリー、スリーベース。カモ、レッツゴー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 、スリーベース、カモ、スリーベース、カモ。レッツゴー、タイムリースリーベース。ほーほー、気持ちいい打球だね、今の見たか。強振でカーブを完璧に捉えたよ。あ、グアラがキーンですよ。グアラがキーン。そしてセンター平田、追いつかない。若干追いつけたんじゃないかなという声もありますけどね、追いつけないんです。太田の打球ですから、鋭いからね。おお、岡本もようやく打ってくれたね。7点目のタイムリーだ。ようやくですよ。もっと打たないと。立岡もここで打つか。んーで、後が続かないっていうね。はい、守備固めに送られましたね。本日は太田も出番終了ですね。守備固めで鈴木を送るってどないやねん。まあ、しゃあないですね。選手の層がね、俺もう守備のいい選手全部送ってるんで、2軍にね。ね、結果残せない選手すぐ2軍に送る主義だからさ。守備いい選手全部送られてるわけよ。はい、9点目が入ったね。あら、これ守備固めに入った選手の方がよく打つな。ねえ、おかしな現象になっとるぞ。さて、9回のマウンド。もうノープレッシャーだろ。高木頼むよ。はい、無事勝利でございます。はい、このカードは無事勝ち越しということでね、交流戦初のセリーグの試合でしたが、勝ち越し成功でございます。そしてこれ、今日の試合結果次第ではね、勝利することができましたから、もしかしたら阪神と順位が逆になってるというケースもあるね。杉内は7回投げて2失点といういいピッチング。ただ今日の誠のヒーローは太田だと思うよ。太田だと思いますけどね。打点3点かな、今日。はい、大勝ですよ。今日3点だよね。2点、4点かな?おそらく勝ってる。杉内が今季4勝目を挙げましたね。で、打線の内容を見ていくと今日はこんな感じ。立岡ね、まあ、最後に1本打ってくれたんだけど、もっと打たないとダメかなと思う。長野もそうだね。もう大事な場面でとにかくね、もう点差がある中で打たれてもこっちが困るからもっと打ってくれ。亀井は今日よく打ってくれました。坂本 4-2、阿部も 4-2、オードル 3-2、素晴らしい。そして太田 4-2 の3打点。ファウートリプルもありましたしね。岡本もその後、タイムリー打って1打点上げてますね。今季これが初打点になるんじゃないかな。杉内は7回投げて2失点、基本塁打1本が痛いですけどね。高木も2回投げて0失点という完璧なピッチングを披露してくれましたよ。いや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 、さて果たしてどうだという感じですよ。阪神は勝ったのか負けたのか、負けたのか勝ったのか。田口が使えるようになったら使えませんけどね。どうだ阪神。阪神は勝ったのか、阪神は勝ったのか、阪神は勝ったのか。阪神どこにいる。あー、これおそらく勝ってるっぽいね。あー、残念。どうやら阪神は勝ったので、ゲーム差には何の差もなくなったかな。0.5 ゲーム差ですね。変わりなくという感じで。はい、これで中日3連戦は終了になりますよ。3日連続で動画の方を出しました。見てくださった皆さんありがとうございました。おー、能力が一気に上がったね。いいね。きっかけを掴んだ。あの選手使うのいいかもしれないぞ。チームはここまで2連勝と来てますからね。そして明日からは、
うん、横浜戦となります。ドベの横浜ですね。まあドベをボコボコにしても俺の中で喜びっていうのはないんですけどね。まあでもボコボコにしていこうかなと思いますので、次回の実況もお楽しみに。じゃあグッバイ、また会いましょう。